証券町づくりは、証券町並み保存っていう前の本があってね、これはある種町並み保存の第一世代の人たちの貴重な歴史を聞くっていうことだったんですけどね、まあ、それをもう少し町並み保存だけでなくて町づくり一般に広げて地域で活躍されている方の本当の生の声を聞くと、で、まあ、8人の方の証言を集めたんですけども、もう毎回そのあるところまで来ていただいて話を聞くんですけどね、それぞれやっぱり人間的に魅力があるんですよね。で、基本的にやっぱりその地域を愛してるっていうのがすごく伝わってくるわけで、だからやっぱりそのリーダーっていうのは、まあ、その人のためにね、他の人も やってあげようというような思いがこう感じられるようなすごい熱い人が多くてね、やっぱりそのこう魅力みたいなのとこう街の魅力っていうのが重なってるんだなっていうふうに思うんですよね。でそういうその人たちの熱い思いがね、こう記録できればすごく大事なことじゃないかなと思いますね。記録をうまく取れました。はい、面白いのはね、誰も結構ね、自慢話みたいな感じじゃないですね。それと、なんていうのかな、町に関して自分の町を語り始めるのがごく自然に、なんかもうなんか今まで話したそのほらこのあそこがねって感じの語り口なんですよね。すごいなんか誰かに紹介して何かこう堅苦しくこの町で人格ぐらいの感じじゃない、そのやっぱり町と自分とのこう距離感みたいなのがすごい近い感じがすごくするんですね。そこね、やっぱり、まあ、そういう人がこういう町のことを思うようになってくるのかなっていう感じがね、しましたね。まあどうでしょう、だいぶ時代も変わってきてるんだけども、うん、まあ、これから町づくりに取り組むという人たち、あるいは、まあ、まあ次の世代の人たちに、うん、まあ、あそこから何を読み取ってほしい、はい、というようなことを考えます。今の人たちはもう少しね、個人的な小さい、達成感みたいなところで、を積み上げていこうっていうことが、大きいんじゃないかなと思うんですね。いろんな町づくりにおいてね、それがまあ小さな公共だったり、このスモールビジネスだったりね、コミュニティビジネスだったりするようなことがあって、まあ、それをそれで、まあ、確かに重要なことだと思うんですけども、でもやっぱりその根底にはやっぱり自分たちの町をやっぱり魅力的にしたいっていうのはこう大きな構想があってね、でその大きな構想とやっぱり自分たちがやってる小さな現実性可能性みたいなものとね、うまくやっぱりそのバランスさせていく必要があるんじゃないかな。ですると今の若い人たちは大きな構想の方はまあそれは大人がやってくれればいいみたいな感じがあるのかもしれない、てかあんまりそういうことを語る、ことがやっぱりこう現実離れをしてしまうみたいなに思ってしまうのかなって気もするんですけど、そうじゃない生き方があるんだ、その大きな構想とその何ていうの小さな現実がこう一つの人間の中で重なっててね、いくと、だからそれはもう あるところにこう住み続けるっていうことの一つの大きな意味だと思うんですね。どこかから移り住んで今たまたまいて、そこにどういう形でね根を下ろしていくかっていうのとちょっと違う、みんなやっぱりある種長期に町に関わるということが前提でいろんなことが動いているわけですよね。そういうふうなやっぱりある種長期に知識を考えていくってことがすごく大事 で、その短期になんか最大の収益を上げるのとはやっぱり違う、それはやっぱりとても人間関係をうまく築いていかないといけないとかね、そういうの下地があって次のステップがあるということだと思うんですよね。そういうことをやっぱ感じさせてくれる、非常にそんな意味でもビジョンがこう長期な思ってらっしゃる人たちだって感じがあって、そういうものは
ぜひとも実感してもらいたいなと、うん、それをあの読んでもらえばね、そういう気持ちっていうのはあんな行間に読み取れるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、若干その若い、まあ、あの後輩から見るとスーパースターに過ぎて、うんうん、好きないよなって、まあ、スーパースターって最初からスーパースターじゃないんだからさ最初はやっぱり普通の人だったんですよ。でもまあもう思いだけはあったかもしれないけどね、うん、でそれをやっぱり長いこう蓄積みたいなものがあのスーパースターになるようなやっぱりなんていうの、うん、状況を作り上げてたのですね。だからみんなやっぱり最初は一歩からスタートするわけですね、うん、まあ、そのあたりも読み取っていただけるかな。そうですね、どうもありがとうございました。